おじさんです。おじさんです。熊本さん、ついに来ました。いや、来ましたよ。こちら、永代橋。この立派さはですね、これまさに帝都東京の門として、徳川綱吉五代目将軍が築されて、これ作られたと。え、これ小さいんだよ。自信がないから。そう、徳川綱吉五代目将軍でこれ作られたんで、でもね、この関東大震災、いろいろ回っていくと、やっぱ関東大震災がまつわってくるの、橋がね、これがもう永代橋がもうその復興のシンボルとして、だったんだ。行きます？全長ね、185メートル。全長185メートル。長いよ。もうこの流線形っていうんですか、これなんていうんですか、この山、ね、ブラジルのさ、モデルさんのこのお尻みたいにプリッて、このわかる？そう、やわかる、わかんないよ俺。ブラジルのこれプリプリしてるってことね、上が。ちょっと行きましょうよ。行きましょうか。じゃあちょっと橋見ましょう。うわ、ちょっとこれ熊谷さん、福島大好きな橋の裏ですよ。あー、出たね。これ見て、これはいいわ。これ近くて、この下からこうグッて入れてもらって、グッて、そうそう、そこから上げる感じ。そうそう、それそれそれ、この絵よ。この絵だね、裏が。橋の裏が、橋の裏がいいのよ。見て、ほら、あ、ほ、あ、橋だ。スカイツリー。隅田川をね、挟んでのスカイツリーよ。あ、永代橋ファンの方がいますね。なま。やっぱり徹夜でもう四六時中見たいんだもんね。いや、確かに。いや、こん、あとなんかこれ、ね、夜になるとライトアップされて、それがもう摩天楼のようだっていう。で、夜もちょっと来てみたいね。ね、橋ですよ、これ永代橋。うわ、かっこいい。ちょっとかっこいいすぎる。あ、すごいです。あ、この、おお、この滑らかさすごいね。あの信号がかっこいいのよ。ああ、まるまるバツバツバツ。すごいな。見てこの太さ、この太さよ。これが、この橋がいかついですよって教えてる。あ、ちょ、これ気持ちいいわ、このボツボツも。もう、壺押しに。壺押しにね、子供だね。ほんとダメだけど。あ、そうだね。これ、芸人の罰ゲームで。あの上まで。いや、上までは怖いよ。相当な罰だよ、これ。うわ、高木、ちょっと待ってよ。こ、高木。高木、見て、こっからの、こっから、こっからの。これめちゃくちゃくない？はいはい、あ、綺麗です。あれ、どうした、あれどうした、ごめん。あ、これ、あ、気持ちいいわ。本当に、マジで気持ちいい。マジで、うん、これ歩いたらめっちゃ痛いよ。もう自分の、あ、これは罰ゲームなるわ。失礼だよ、お前。でも、お前、永代橋に。あ、そうかそうか、すいません。あ、すいません、すいません。いや、橋のここだから、ちょっと。早いのだ、本当に。だから、こっくろげ見てみるか。はいはい、これうわいいでしょ。すごい、これティラノサウルスみたいな、このほら最後この尻尾の感じみたいな、わかる？めちゃめちゃいい。ちょっと熊谷さん気づいた？一個もないよ、ゴミ。いや、確かに一個もないね、今んとこね。ほんと全部綺麗。ちょっとこれ禁断トークとかさ、NG トーク、NG なしトーク、もうないよね。いらない。いらないね。やばいね、これ。これはいいわ。いい橋。いやー、これはいい橋でした。非常にいい橋です。ゴミ、いいか、あ、でもほぼ
ないか、ほぼないですよ。うん、落ち葉ぐらいです。あ、ちょっとありましたね、ごめんなさい。あ、ちょっとあったな。これは夜かな、夜のちょっと歩きタバコですかね。あ、ちょっと待って、保冷剤が落ちてたのよ保冷剤、保冷剤、ちょっと冷止してみるわあ、これね、はあ、そこに住んでる人の誕生日パーティーで玄関入る前に用意しなきゃいけないから、いやいや、捨てた保冷剤かも。いや、ずいぶん長いな。ちょっと長いけど、もう、ずいぶん長い。もうこっから仕込んでってことだと思うわ。あ、そうなの。ちょっと冷止しちゃいました。すみません。冷止できるね。冷止できる。いや、素晴らしい橋でしたね。これはすごいわ。うん。たくまさん。はい。永代橋。永代橋。すごいこの、なんていうか、由緒正しいというか、この長い。うん。皆様に愛されている。いや本当、いやすごい、もう東京の門っていうのはね、やっぱりいっぱいよ。やっぱ見るだけじゃなくね、これ、うん、渡ったら違うんですよ。確かにこれ橋は渡りまくるっていいな、これ渡って、うん、しかも熊井さん、はい、足つぼマッサージがあって健康になれる、うん、最高の橋じゃないでしょうか、うん、ということで今日は永代橋、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。からこういう立派な橋なんだと。いや、素敵な橋でした。うん、よかったです。え、全然沈黙に耐えれるもん、この壁風と、うん、眺めと景色に。